高架下駅出入口福駅名となっている和洋女子大学河野台駅は千葉県市川市市川三丁目にある京成電鉄本線の駅である。駅番号は KS13。名所江戸百景、河野台と根川風景駅の北側に位置する江戸川に沿った下宇佐大地の高台を中心とした地域は河野台と呼ばれ、古くは河野台とも書かれおり、開業時は 一川河野台駅と呼ばれていた。下宇佐国の国府が置かれた都市であり、中世にも現在の里見公園に河野台城が置かれるなど歴史のある地域となっている。幕末期には歌川広重作の名所江戸百景、河野台根川風景に里見公園付近の風景が描かれており、南の江戸湾を一望できる。 継承地として古くから親しまれていた。流鉄流れ山線市川駅延伸を阻止すべく1962年に新京成線松戸駅から東駅までの延伸の不設免許が新京成電鉄に降りていたが一部用地が取得できず、北総線や常磐線複々線化が計画された影響もあり、芝又駅までの計画とともに1970年代までに失効した。 相対式ホーム2面2線を有する高架駅。高架構えの地上駅時代は、堤防沿いの道路に面して、駅出入り口があり、上下線両方に改札口があった。市川ママ駅管理。現行ダイヤでは普通列車のみ停車する。なお、2002年10月12日のダイヤ改正で、快速が設定されるまでは急行の停車駅でもあった。 2009年4月に車椅子対応エレベーターと多機能トイレが設置された。2020年度の1日平均乗降人員は7035人で、京成線内69駅中、第39位であった。近年の1日平均乗降乗車人員推移は、下表の通り。江戸川あたり駅は、河野大地区の境から500メートル南、江戸川堤防付近に位置し、 東京都との境をなす江戸川の東岸から東駅の入り口までは約100メートルの距離にある。線路は川の近くで降下となり、駅の西で千葉県道1号市川松戸線と交差し、江戸川橋梁で川を渡る。東駅の北約200メートルに江戸川の分流である。ママ川が線路と並行して流れる。鉄橋が架け替えられる前は少し上流側を電車が走っており、 その跡が今でも残っている。駅南東側には東日本旅客鉄道の市川駅があり、駅南側には国道14号が通り、江戸川に市川橋が架かる。駅周辺は中層のビルが多い市街地で、商店街が千葉県道1号市川松戸線の脇道沿いに広がっている。旧陸軍用地跡に学校、研究施設、病院などが立ち並んでいる。 特に大学は、東京医科歯科大学など、計算校が、資金に集まっており、八幡地区と合わせて、大規模な文教都市、学園都市となっている。千葉昇科大学国立国際医療研究センター、河野大病院、里見公園駅から西へ、徒歩、約2分ほどの千葉県道1号市川松戸線上に、ある、河野大駅が、最寄りのバス停留所となる。運行会社は、 京成バス。詳細は、河野台を参照詳細は、市川市を参照。ありがとうございます。